ステパノ・ティフランクリンはアメリカのプロセス神学の神学者、哲学者である。福音主義神学とプロセス神学の相互作用の研究で知られている。東京キリスト教大学第三大学長。プロセス神学の学者としては数少ない福音主義者の一人である。言語に近い発音はスティーブンであるが、日本語の出版物ではステパノで統一されている。 シカゴ出身。1965年にノースパーク大学を卒業して哲学の学士を取得。その後、シカゴ大学大学院に移り、1965年に哲学と進学を専攻して修士号を取得する。ホワイトヘッドの有機体の進学に基づいた進学者ラングドン、ブラウン・ギルキーとデイビッド・トレーシーと哲学者、ポール・リクアーの調和についての学理論文で、 1976年に哲学博士号を取得。ホイートンカレッジやウィリアム・レーンにハーパーカレッジで哲学と進学を教え、ロシアのマガダンの聖ヤコブ聖書大学、聖啓人学校、メリーランド大学、ノースパーク大学の客員教授を務めた。1991年より東京キリスト教大学の教授に就任して英語と哲学を教える。 1998年より2006年まで第三大学長を務める。現在東京キリスト教大学特任教授。また、オリーブ・ナザレ、大学で教えた。東京キリスト教大学の学長在任中の業績の一つは、アクツ・イエスを創設したことである。このコースは、リベラルアーツ、進学、異文化研究、東アジア研究と実践的クリスチャン生活と、 結びついた、進学士を取得できる4人コースである。このコースは、アジアの生徒のために創設されたのであるが、アメリカ合衆国、ヨーロッパ、アフリカなどから学生を引きつけるほど成功した。ありがとうございます。